どうも皆さんこんにちは、薬学部 YouTuber。 あ、違うか。どうも大学院新卒ブランドを捨てた元薬学部スーパーニート YouTuber、 ズロマメです。ピュー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 というわけで、まず一つ、まあ昨日の動画でちょっと皆さんをね、不安にさせてしまったこと、まあちょっと本当に申し訳ございませんでした。でも昨日の動画のコメント欄とか、あのまあツイッターとか、まあインスタグラムでいろいろこうすっごいあったかいメッセージいただいて、本当にもうなんかもう泣きそうになりました。でも一つちょっと皆さん勘違いしてることがありまして、それをはっきりここで正したいと思います。俺は大学院で一回も就活してません。これからは YouTube 一本だけやっていきたいと思います。皆さんの思ってること分かりますよ。大学院の新卒ブランドを捨てて、お前は何をしているんだと。意味わからんと。でもね、その考え方の方が俺は意味わかんないんですよ。俺は YouTube と縁を切る方が相当意味わからんと思いましたね。だってさ、こんなにたくさんの人に見てもらって、こんなにたくさんの人に応援されて、みんなは俺のことを応援してくれるのに、俺はみんなに対して何もできてないんですよ。女の悔しいじゃないですか。俺が就職はしたくないって思ったのはみんなのおかげなんです。だから、俺がね、YouTube 消える最後のその日まで一緒にいてくれたらね、嬉しいなって思います。Twitter でいろいろ来たんですよ。まあね、一度でいいから会ってみたいなっていう人に対しては、生きてりゃ絶対会えるからと。科学苦手なんですって人に対しては、俺がね、科学をね、好きにさせてやると。でね、これからどうするんですかって人に対しては、俺は、このまま一生ついてきてくれと。後悔させないからって言ったんですよ。嘘つくわけないじゃないですか。俺が、期間の妨害は全て回避してやった。俺は就職しないで YouTuber をするというこのシュタインズゲートを選択した。エール、プサイ、コングル。というわけで皆様、改めて言わせてください。これからもよろしくお願いします。というわけで、改めてさらっと自己紹介と、まあ、今後の動画のね、方針についてお話ししていきますね。まず自己紹介から、角直也、本名です。以上です。改めまして、俺は角直也と言います。じゃあ君の名は？ミツハっつってな。ミツハ。平成7年8月の7日生まれです。ぜひね、なーはーなって覚えてください。覚えなくていいです。好きな飲み物はモンスター。ぜひ体に取り入れたい化合物はカフェイン。そして、宗教は、モンスター教に入っています。洗脳させるかな、絶対。まあ、ざっとこんなもんですかね。好きな教科。ああ、科学と薬学と天文学。あ、以上です。はい。というわけで、ここからは、動画についてね、お話しします。まず、更新頻度なんですが、平日、一回お休みをいただいて、まあ、収録で上げられたらいいなって思ってます。で、毎週金曜。ここは確実に闇科学か、それか薬学で固定したいと思います。あと、2週に1回。まあ、多分日曜になると思うんですけど、ツナラジをね、撮ろうと思っています。ツナラジの中で、お便りをいただくコーナーがあるんですけども、それは、前と同じようにツイッターでいただきたいと思ってるので、ぜひツイッターをね、フォローお願いいたします。まあね、もう YouTube 一本なんで、皆さんには毎日見てよって言いたいところなんですけれども、スタンスは変わってないです。いつでも暇な時にお時間あればね、遊びに来てください。いつでもちょっと面白い動画ね、作って待っとくんで、よろしくお願いします。最後に、薬学部にいて思ったことを言わせてください。薬学部に入った人間が薬に興味あるとか、まあ知識を持ってるとか、そんなの当たり前すぎてどうでもいいんすよ。俺らがやんなくちゃいけないことは、薬に対して、もう全く興味もないし、知識もないっていう人たちに、どういう風に面白くね、薬を知ってもらうかっていうね、そこを考えることだと思うんですよ。まあ簡単に言うと、まあ知識のね、アウトプットが少ないなって、すごい思いました。二つ目なんですけど、薬局で処方されるような、ああいう薬だけが薬じゃないっす。皆さん気持ちが沈んだ時ってどうしてました？まあ俺はすごい、ホーロックバンドとか好きなんで、いろんな音楽聴くんですけど、本当に音楽に助けられました。俺はバンプオブチキンとガリレオガリレイがいなかったら、本当に今ね、人生のどん底にいたと思います。あとさ、友達と一緒に飲み行ってさ、こうバカな話したりだとか、テレビでお笑いとか見てさ、笑うとさ、すげえ気持ち浮くじゃん。
しかも人間って面白くて、笑うと免疫力上がるんですよ。で、病気も減るんですよ。めっちゃ面白くないですか？そういった意味では、今話したのって、まあ科学的な根拠はないんだけど、本当に人生を左右しちゃうような、すっげー強い薬なんですよ。まあこっぱずかしいんですけど、まあそういう意味では、この YouTube チャンネルは、なんかそういう薬を提供できる薬局になれたらいいなって思ってます。というわけで、角直哉薬局では、笑いと知識を処方させていただきますぜ。まあ、薬剤師免許は持ってないけど。